おはようございます。10月1日火曜日の東京インフォメーションです。水道局は今年度水源林ツアーの第3回から第6回の参加者を募集しています。今回募集の水源林ツアーのテーマは秋の奥多摩湖を歩こう、森とダムと水のつながりです。実施日は第3回が来月9日土曜日で、第4回が翌10日日曜日、第5回が来月14日木曜日で、第6回が16日土曜日です。対象は都営水道給水区域に在住、または東京水道水源林寄付金に賛同している小学生以上の人で、小中学生は保護者同伴になります。なお第3回と4回は中学生までの子どもとその保護者の申し込みが優先となります。参加を希望する人は水道水源林ポータルサイトミズフルから今月15日火曜日までにお申し込みください。定員は1組4人までの各回30人で、参加費は無料です。都はベルギー国際交流メンバーの参加者を募集しています。ワールドキャンパス in ベルギー、つながる世界の10代は、中学生や高校生などがベルギーを訪問し、現地での視察や意見交換を通じて子どもに優しい街の在り方を学び発信する交流プログラムです。対象は都内在住在学の中学生や高校生相当の年齢であることなど、応募要件のすべてを満たす人です。ベルギーへの渡航期間は来年の3月26日水曜日から30日日曜日です。渡航前にワークショップが5回行われ、帰国後学びを振り返る報告会が行われます。参加を希望する人は今月14日月曜日までに応募フォームからお申し込みください。定員は10人です。10月と11月は里親月間です。都は養育家庭里親体験発表会を都内各所で開催します。都内にはさまざまな理由により親元で暮らすことのできない子どもがおよそ4000人います。そのような子どもを自らの家庭に迎え入れ、家庭的な環境で育てるのが里親です。都内各会場で開催される養育家庭里親体験発表会では、養育家庭として子どもを育てた経験のある人や元里子からの体験発表、養育家庭制度の説明などが行われます。参加費は無料です。事前申し込みが必要な会場は子ども家庭支援センターなどへお問い合わせください。東京都健康安全研究センターの施設公開が行われます。東京都健康安全研究センターの施設公開は今月26日土曜日の午前10時から午後4時半までで、展示ブースは当日受付で見学できます。事前申し込み制のラボツアーは3つ。感染症微生物コースでは食中毒や感染症の病原体の検出法などを体感できます。食品化学コースは食品添加物などの検査の最前線を紹介。医薬品環境コースでは
医薬品の試験検査などを見学・体験できます。参加を希望する人は今月11日金曜日までにホームページからお申し込みください。定員は各回14人で、対象は高校生以上です。今日お伝えした内容は番組のホームページでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。